皆さんこんにちは、ババロアネアカタへようこそ。ミンです。今回はバトルで遊んでいきたいと思います。つい最近までね遊べなかったんですが、ついに解禁されたということで遊んでいきましょう。すでにね何回か遊んでおります。お、 DS 夕闇ハウス。さあそれでは走っていきましょう。角っこから始まりの最初にこれ取って、あそこにいるね、これさ2チームに分かれてるけど結局は個人戦みたいなところあるよねなるべくこういう感じでコインも拾っていきつつやってきた。やべ、こっちどこにも道がなかったやばいぞやばいぞ、やめて。嘘でしょ、1個割れちゃった。待って、勘弁して。あ、怖い怖い怖い、1個ない1個ないよ、やめて。ちょっとスローモーションで言っといて、あの人にぶつかるか。はいはい、怖いクラクションじゃなかったら死んでたわ。じゃこういう風にゲッソーがね邪魔してくるっていうのもね、ま、楽しみつつ。あーいいよこれね、1人ね、あの脱落、2人脱落っていうことは外からアイテムが投げられる可能性があるから。危ない危ない、ちょ怖い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 、さっきの人何も持ってなくてよかった。だからちょっと気をつけていかなきゃいけないんだよね。内側、あれ2人どこ行った、残り2人なんだけれども、昨日の夜とかはね結構ボコボコにされたんでね。はいはい、おしゃし、あこれさ残り、あ2チームでオレンジ色2人残ってるけれどもフィニッシュっていうのは青チームがいなくなったからっていうことなのかな。ってことはある意味個人戦だけどある意味チーム戦っていうことなのかな。あんまりさ理解せずにやってるんだよねやったボーナス2倍、これはゴールドパス加入者のみ2倍になるっていうやつかな。いいね。ね、バナナ撒き散らしてこう。これでさ、自分の撒き散らしたバナナに当たってもダメなんだけどね。いいね。クッキーランド行きますか。目の前にいるけれども、まず最初に行きたいのはこの部分。ちゃんとアイテムを持ってね。はい、あね、ちょっと、しょっぱなすれきつ。ちょ、オッケー。羽結構むずいぞ。で、ここにいるから、当てたい。あ、ちょっと待って、自分に来ないよね。怖くなっちゃった。あれ、自分に当たった時、待って、お尻が、お尻はあるけれども、怖い。あ、一人目が、脱落ですね。絶対に勝つさん。いや、待って、あそこのコインも欲しいけれども、あんまり欲張んない方がいいのか？ここで、ちょっと左回りにしよう。外に来るかもしれない。投げて、誰かがぶつかる可能性がある？ない？あ、やだ、緑コーラ来た。やめて、怖い、危ない、ちゃんと確認していかないといけないよ。目の前の確認ね。あの人に開ける、あ、違う、あの人に当てようと。ない、よしよしよし。これでね、稼げば稼ぐほどだってあれでしょ、土管のさ、あのフルパワーみたいになるのが早いんじゃないのかな。あれ、気づけばあと2人？やめて、うまいって外からさ。外からどんどん投げてこう。外周回ってくることはないのかな。いいね、この外周からのさ、景色も超楽しくない？これはオレンジチームが勝つのか、それとも、あ、どっちが勝った、オレンジチームの勝ち。また DS 夕闇ハウス走っていきますか。あ、後ろにいるね、ちゃんと方向が違う風になってるんだ。これはありがたいね。だって結局直進するもんね最初は合わないようになってるんだ。だけど私はここからの後ろを追っかけていこうかなと思います。いやー見えないな、どこに行った、どこ行ったかわからん、わからんけれども、ねえもうしょっぱなじゃん。結構早めに終わる可能性あるよこれ。今回ちょっと中側怖いな、なんか突き当たりでさ出会っちゃうっていうのが結構怖いからね。いるね、いいよ、こっち行こう。あ、一人目脱落からの、危ない、あ待って、ここコインいっぱい、やったコインゲット。そんなことやってる場合じゃないかちゃんと他の人も探しながら行かないと。こっち側に集まってんじゃない、ほう、やばい、これ自分で当てちゃう、怖い。え、どっちかって言ったらさ、クラクションは持っといた方がいい気がするけどね。やっぱすれ違いざまにとかあるからね。うまいって、それびっくりよ。これこっち側もさ上から見れるのいいね、かなり綺麗だしうわー夕闇ハウス、あ、なんかあそこでやってんな。へえ、他の人の走り方も見てると結構参考になる。ていうかこの上とかめっちゃ可愛いっぽくない、あーかわいい、見てこの建物めっちゃ可愛い。投げておこう、そっか、ここは外周じゃなくって内周にも来るんだ。じゃあ気をつけないとダメだね。いいね、今の投げ位置良かったんじゃない。こうやって上下するのも可愛いね。
る、あっち二人でやってんな、すげえ押せ長いよ、二人が出会ってさ、このじゃ、あ、待って、どっち勝ち、青チームの勝ち。この段階に来るまでがめっちゃ長かった。いいね、この背景めっちゃ好き。まあちょっとさっきさ、私見間違いでなければだよ、なんか腕前下がってた気がするんだけどさあれ待って、あの不具合っていうのはまだある感じかな。ちょっと当てたいな、無理か、当てらんないか、やめて、怖い、この人ちょ、後ろに来たら怖いな。爆弾結構ね破壊力強いから危ないな。当てよ当てよ、当てられないか。この辺のもらって、で、あーやだ、あの人怖い、ほどーん、無理か、あの人に当てたいな。お尻持ってる、ちょっと待って、私がお尻を守るもんがねえから、ちょっと前行かないとやばそう。ノー、なあもう怖いわ、セブン怖いセブンだったのか分かんないけれども、危すぎ危すぎ、めっちゃ狙われてる、怖い怖い怖い、めっちゃ怖いって、あんまり私の近くに寄らないでいただいてで、ここでジャンボバナナも落としておこう。やめて、怖い怖い怖い、来てる来てる、あー怖いよ、待って、いいよ、バルーンがあるから、あ待って、バルーンがあるということは、てかオレンジチーム3人残ってるじゃん。ここですね、ほうクラクションすかしてるだぜ、ちょっと待って、こっち来て、あの人狙いに行こう、オレンジチームねえ、よしやりに行くぞってなると確実にこうなるの、なんで、でもまあこういう風な感じで角度を狙っていけば、あ待って、いいね、2人ともこれ勝敗近いんじゃないの。てかさ、ここのさクッキーランドっていうのがさ、周りからこんだけさバナナ投げられるってやばいよね、確実に滑るじゃん。あっち、お終わった、オレンジチームの勝ちですね、これ個人戦でやりたいね。よし、じゃあこれラストにするか、ちょっとね結構走った気がする5回目くらいかな、わかんないけれども、ね待って、2人ラストなのにこれ2人なんですけど、てかさ、これちょっと待って、調子悪いのかな、そろそろ買い替えかな、なんか音がさちょっとプツプツって聞こえたりするんだけど、待って、2人ってどこ、2人どこ、2人もう1人の人がどこいるか、え待って、怖い怖い怖い、なんで、なんかどこからお尻破壊されたんだけど、どこいんの、会いに行こうとしてんのにさ見つけられない、あいた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 2人で相打ちだったね、怖いよ、どこいんの、あ待って、怖い怖い、すんごい怖い、すごい怖い、そういうの、ちょっと待って、怖すぎてどこにいるかわかんない、外周走っていくか、外周走って会いに行きましょう、あの人に、メタルマリオさんに、なんだけどその前に私はここで何かもらっとかないとダメだから、いるいる、会える、会えないね、後ろにいんのか、あやった、勝てた、一騎打ち勝てましたへよかーよー、ちょっと待って、二人でやるのはまあそれはそれで面白い。はい、ということで今回ね何回か走っていったんですけれども、まあ土管が15回打ち上げられるようになりました。最大で46回分引けるって聞いたかな、なんか40連プラス単発で6発っていう風にね確か教えていただいたので、ちょこちょこと走って早くね土管打ち上げられるように頑張りたいと思います。そしてちょっと今週なんですけれども、フレンドマルチは一旦お休みとさせていただいて、また来週ね改めて予定を組もうと思っております。ということで今回はここまで、もしねフレンドさんで私が走っている時に、あいるじゃんって思ったらね、ぜひ参加してください、まあ、それはプライベートなんだけどねということで最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。